こんにちは、柴田です。今回はギブソンの超変形ギターカーバス2をレビューいたします。こちら1983年にリリースされたギブソンのカーバス2、1、2、3とあるようで、それはですねピックアップが違うみたいですね。この2は2ハムになっております。1983年ギブソンに何が起きたのかというぐらいのこの変形ギター、ギブソンでこのヘッドはねなかなかちょっと奇抜すぎるんじゃないかなというところなんですけれども、ちょっとやはりですねフェンダーを意識しているのではないかと。同時期にフェンダーではリードが出て、それも1、2、3ありますよね。そのあたりを意識したのかなという感じなんですけれども、ボルトオンなんですよ。でネックはメイプルというところで、その辺もねちょっとフェンダー風な感じはしてくるんですけれども、1983年ギブソンもねいろいろね悩んでいたんでしょう。作りはね非常にしっかりしてるんですよね。ネックも太いです。その辺はギブソンだなという風な感じで、やっぱレスポールがベースにはなっていると思います。生音もねすごくねしっかりしてるんですよね。ちょっと鳴らしてみましょうかね。しっかりとねなんか重心が低い、シャカシャカしてないギブソンらしい音です。ここがないからねなんかこう振動が来ないんですよね。それがちょっとねどんな風に外音にね出音に影響してくるか、それはちょっと気になるところですね。生音は全然素晴らしいなと思います。ではクリーンからいきたいと思います。コントロールなんですけれども、ボリューム、ボリューム、トーン、これはリア、フロントのボリュームでトーンですね。おお。普通にいいっすね。なんかしっかりとしたメリハリ、ギブソンらしいですよね。フロント、いいっすね。センも悪くないですね。若干の違和感がねありますけれど、バランスは全然いいです。ここに、ね、足乗せれるし、座って弾く分にも全然センターいいですよね。ですけど普通にメロな、やはりギブソンなんですよね。いいっすよね。これピックアップはねオリジナルハムバッカードだけ書いてありますね。これネックがメイプルっていうのもあるのかな。ちょっと硬さがしっかり残ってるような、ちょっと歪ませてみましょうかね。そうですか、そうですか。あんまり強くないピックアップ、490とか498の組み合わせみたいな、こうジュワーっとした感じはないですね。どっちかっつったらフランチとかナチュラル系で鳴らすために作られたギタ
のかなっていう感じはしますけどね。でもうちょい深くディストーションで、感じにはならないですね。音が潰れずになんかストレートにこう出ていく感じで、あくまでもこう粒が大きいようなイメージなので、そんなゴリゴリにね歪ませて使うギターじゃないのかな。というとメタルだったりとかそういうイメージがあるんですけれども、これはねちょっと違いますね。方向性は全然違いますね。まあ、もちろんねピックアップを交換すればすごくタイトでねシャープな音がね出るんじゃないかなというふうな感じですけれども、このオリジナルのままだと、まあ、メタル方面じゃないかなというふうな印象ですね。ぜひぜひ市場感楽器行った際には試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。